はい、どうも、朝日健太郎と申します。元バレーボールとビーチバレーのアスリートでありまして、現在は参議院議員として活動しております。そうですね、もう小6で175センチぐらいありましたんで、175センチでランドセルを背負うとですね、いろんなところに障害が起こりましてですね、頸動脈が圧迫されたりですね、なんか大きいんでしょ、大変でしょというものに対して相手がこう望む期待する回答をなんか返したりですね、まあ、受け流すのが精一杯だったかなという、まさに今のその話を聞いて、思い出しましたね、今から30年近く前の話をね。バレーボールはですね、いろんなスポーツがありますけれども、競技によって雰囲気とか性格って変わるんですね。でバレーボールの特徴はネットを挟む競技なので、相手とこう ぶつからないんですよ。なので非常にこの内向的というか調和を重んじる、そういう選手たちが多かったので、変にこう劇を飛ばし合いながらチーム内でこうやるよりも、みんなでチームワークを大切にしていこうと、だからどちらかというとこう穏やかなチーム環境が多かったですね。実際自分がこのバレーボールスポーツに関わってきた中で、一定数いるはずなのに、そういった人たちは誰もこうもがき苦しみながら我々とスポーツを通じて共存してたんだなっていうのを知った時にですね、非常にこう心がザラザラしたというかですね、何も手を差し伸べられてなかったんだなっていうのがまず問題意識としてあります。そうですね、まず目標としては、そういったその LGBT とか、まあ性自認とかね、そういった方々にとってスポーツをやるってことが自然で何のストレスもないように、もう一緒にやれる、っていうふうにしていきたいんですね。そう考えると、やっぱり今政府としてもやっているのは、そのまずはガイドラインとか理解を始めよう、理解をしましょうというところの今段階まで来ていると。ただここはまず議論がありますけれども、まあ、そうやってスポーツ界においても LGBT というものをやっぱり受け入れて、ハラスメントとしてそういったことがないようにようやく明文化されてきたと。ただこれが実際現場にまだ浸透していくまでにはもう一山あると思いますけれども、そこはしっかり私も声を大きくして、アライアスリートとしても最大限どんだけでも汗をかいてやろうと思っております。そうですね、まあ、今回は、アライアスリートの一人としてこうお話をさせていただきましたけれども、まあ、2020年のオリパラを考えた時に、まあ、世界とか世の中はこれまで、まあ、社会で取り残されてきた人たちが実はすごく多くて、こういった方々はみんなで包摂をして、みんなでやっぱり社会を支える、で社会で活躍できる、こういった時代にやっぱりやっていかなきゃいけないと。そういった意味において、やっぱりスポーツに関わる人、スポーツをやりたいという人が、まあ、どんな人でも自由に自分らしくスポーツに関われるように、そういったやっぱりまずは応援団を増やして、しっかりとみんなでそういった受け入れられるような、そういったスポーツ界になっていってほしいなと思います。